お疲れ様でございます。林と申します。本日もご視聴ありがとうございます。さあ今回は南房総市へぐり中にございます池田屋さんを紹介させてください。市町村合併前は富山町という地域、古くから地元の皆さんに愛されています定食屋さんでございます。お店を切り盛りされているのは3人の女性だったんですが、3人の女性がそれぞれおかみの風格を持っている女性でございました。どなたが正式なおかみなのかはちょっと聞くのを忘れてしまったんでございますが、とにかく3人が3人とも素晴らしい温かい接客をいただき、お腹も心も満足させていただきました。素晴らしいお店です。早速ご覧ください。どうぞ。さあ、南房総市へぐり中にやってまいりました。今回お邪魔する池田屋さんは、へぐり中交差点付近にございます。店内はカウンターテーブル、そして小上がりがございます。広々としていて、とても居心地のいい空間。この麦茶が嬉しいですよね。カツ重と半ラーメンを注文し、待つこと約15分。こちらが半ラーメン350円、そしてカツ重1000円でございます。まずはスープから。シンプルすっきり、無限に飲める優しい味。麺いきます。口当たりのいい中細麺、スープも絡んでうまい。さあカツいきます。美しすぎる、絶対うまいぞ。いや、ジューシー、お肉の旨味が口の中に広がります。いや、このご飯もうますぎるな。ノンストップだこれは。さあチャーシューいきます。柔らかい、うまいぞこれも。全く箸が止まらず、あっという間に折り返し。ラーメン普通盛りにしとけばよかったな。最後までノンストップでしっかり味わいます。いや本当に美味しい。徒歩圏にあったら週2は来てるな。なぜ痛風の私はスープを飲み干してしまうのであろうか。
ちょっぴり痛風がうずきましたが、またしても肝炎完食。なんで麦茶ってこんなに落ち着くんだろう。さあ、というわけでございまして、行ってまいりました。池田屋さん、いかがでしたでしょうか。あのカツ丼、ジューシーで本当に美味しかったですね。タレの甘辛具合も最高です。で、量もねちょうど良かったんですよね。で、あのおかみさんがラーメンを注文した際に、ラーメン半分にもできますよと、メニューにないことをねお勧めしていただきまして、飾らない気取らない、この優しい味が何とも言えないラーメンでございました。料理が美味しくて接客が優しい、これってやはり飲食店さんの原点かと思います。本当に満足させていただきました。内房から外房へ、外房から内房へ、ツーリングやサイクリングの途中にフラッと立ち寄れる最高のお店でございます。南房総立山地区を訪れの際はぜひ行っていただきたい定食屋さん、あの温かい雰囲気のお店、皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思います。まだまだ紹介させていただきたいお店がたくさんございます。南房総たくさん紹介させていただきたいと思っていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。といったわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価を何卒よろしくお願いいたします。